やっと話がつながったわ。何の話だ、ロビンちゃん。ワッフルドを研究する学者の手記を思い出したんだけど、アディオの一族とおぼしき記述があった。思い返せばワッフルドの歴史と重なる部分も多かった。なんて書いてあったんだ。差別や迫害を受けていること、海軍の追跡から逃れていること、そして彼らの故郷はこのワッフルドであることなど。リムの話と一致するわね。その人たちは今どこにいるの。それは一人残らず海軍によって逮捕され処刑されたと。あいつがワフルドに迎えようとしていた仲間ってのは一体誰なんだよ。そうね、もう誰もいないことになる。じゃあ仲間を呼んで一緒に暮らすって話は嘘なのか。それならなぜ嘘をついたの。まさか仲間のために海軍に復讐するつもりなの。でもそれリムは関係ないじゃない。どうする。アディオに会いに行く。俺たちに嘘ついてんのか敵なのか考えたって答えは出ねえからな。そうだな。俺はリムを諦めねえ。待ってろよアディオ、本当のことを話してもらうからな。見えてるかよ、ポロロッカ。俺たちがあれほど苦しめられた海軍がこんざまだ。まあ、本当ならこの力で裏切り者のお前を殺して死んだ仲間たちへの手向けにすべきなんだろうが、今は予定通りこの世界を作り直し、俺たち一族の呪われた運命に決着をつけるだけだ。待てよ、ダディオ。お前なんか知ってんだろ、教えろ。本当にしつこいな、ルフィ。お前に撃たれたリムはこんな箱になっちまった。それはリムなのか。まあ今となってはどうでもいいがな。どうでもいいだと。お前が何を吹き込まれたかは知らねえが、俺には邪魔だっただけだ。リムはお前のこと家族だって言ってたぞ。あいつは家族なんかじゃねえ。俺の本当の家族は全て死んだよ。リム、そいつは俺が神の息吹に至るまでの単なる駒だ。駒だと。お前らがこの島で暴れてくれたおかげで俺は神の息吹を手に入れることができた。そういう意味じゃリムもお前らも少しは俺の役に立ったな。だがここからは俺だけでいい。
誰もいらねえ。俺が一人だからできることだ。俺はこの世界を壊し、正しい世界に作り直す。それを邪魔する者は全て排除する。麦わらのルフィ、お前もお前の仲間もだ。リムとの約束だ。俺はお前を一人にしねえ。ぶっ飛ばして目覚ましてやる。無駄だぜルフィ、俺はもう止められねえ。竜巻か、飛ばされんじゃねえぞ。言ってろ、こっちは足腰の鍛え方が違うんだよ。みんな、いっぺんに行くぞ。ギャッスネークマン、ゴムゴムのキングコブラ。どうした海賊ども、その程度の力じゃ俺の魂には届かねえ。もっと本気でかかってこい。ほっ、テンペスタ。三刀1080ポンド。ルフィ、気をつけて。負けられねえよな、こんなところでよ。フランク・ラディカル・ビーム。お前ら無茶しすぎだぞ。あう。おう。うん。グランデ。あの魚の死、あの氷柱、島に上陸した時に見たやつじゃねえか。なんて威力なの、あれに海軍がやられたのね。いけるか。ギャッスネークマン、ゴムゴムのキングコブラ。グランデ。ぶちのめしてやるよ。フランキー・キャノン。三刀流奥義、一大三千大戦。ルフィ、キュッ。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。大事に使えよ。ありがとう、チョッパ。おう。悪いが俺、ん？グランデ。行くか。そこをどけ。
まだ抵抗するか。フランキーキャノン。怖くなんてねえぞ。これで大丈夫なはずだ。ありがとう、チョッパー。ほっ、テンペスタ。ギャッ、スネークマン、ゴムゴムのキングコブラ。なぜだ、神の息吹よ。なぜ攻撃をしない。何かが邪魔をしているのか。ほっ、テンペスタ。やるな。お前も食え。アオ。逃がさねえ。切り替えがありそうだ。三刀流1080ポンド。もうダメだ、限界だ。俺が万能薬になるんだ。バーンチ。お前ら本当にすごいな。ゾロ、気をつけて。大きいのが来るわよ。そこをどけ。もう気は抜かねえ。これで大丈夫なはずだ。ありがとう、チョッパー。おう、ぶっ飛ばしてやる。邪魔だ。俺は、ほっ、テンペスタ。ちょっとやばいかも。諦めねえぞ。フランキーキャノン。スネークマン、ゴムゴムのキングコブラ。シャッター。よし、行くか。三刀流1080ポンド。諦めろ。負けられねえよな、こんなところでよ。やっと俺の出番か。ディアブルジャンブ、ポアルアフレイルスペクトル。もうダメだ、限界だ。俺が万能薬になるんだ。ありがとう、チョッパー。俺は、フランデ。
してやる。このついに自分の意志で動き出しやがったか。長い拘束から解放されて力を抑えられなくなってる。いいだろう。思うがままに暴れるがいい。世界の終わりは今思いがけずに始まった。自ら動き始めた神の息吹は全ての大地を焼き尽くすだろう。どうだ麦わらのルフィ、お前が信じる仲間や絆でこの力を止められるか。うるせえ、こんな魚なんか叩き潰してやる。なんだよお前、怒ってんのか。悪いけど暴れられると困るやつがいるんだ。ちょっと黙ってもらうぞ。何やらお魚さんの様子が変わりましたね。あれは一体何なんでしょう。何かは知らねえが、あいつの周りを囲ってんな。あれは、そうか、嵐で壁を作ったのね。バルジモアの科学でもあんなのは見たことはねえ。アディオの能力ではない。神の息吹は身を守る盾を生み出したのね。よし、みんな準備できてるな。ギャッスネークマン、ゴムゴムのキングコブラ、大きいのが来るわよ。警戒して。俺の方はいつでもいいぞ。殺しちまうぞ。ディアブルジャンブ、終わるわ。フレイルスペクトル、アウ、ヤツが落ちたぞ。やるなら今しかねえ。ルフィ、終わらせろ。とどめば魚。そのせいだ。今がチャンスだ。これ食ってくれ。ありがとう、チョッパ。おう。うわっ、いけるか。ギャッスネークマン、ゴムゴムのキングコブラ。しり肩をつけるとするか。三刀流1080ポンド。ディアブルジャンブ、とあるはフレイルスペクトル。腹減ったな。ありがとう、チョッパ。ディアブルジャンブ、とあるはフレイルスペクトル。効かねえな。
ギアセカンド、ゴムゴムのレッドホーク。きっちり型をつけるとするか。三刀戦80ポンドホーク。言ってなんかいねえぞ。腹減ったな。ありがとう、チョッパ。効かねえな。ぶっ飛ばしてやる。俺が万能薬になるんだ。ありがとう。効かねえな。チョッパー、そっちに大きいのが来るわよ。警戒して。ディアブルジャンブ、終わるはフレイルスペクトー。全力でいきますよ。行く。ミルフルーギガンテスコマーノストンプ。嵐の壁が消えたわ。ルフィさん、くそ、体がしびれて動かねえ。効かねえな。つえな。いや、スネークマン、ゴムゴムのキングコブラ。三刀戦80ポンドホー。違う。ディアブルジャンブ、ポワルはフレイルスペクトー。その程度だ。ミルフルーギガンテスコマーノストンプ。ディアブルジャンブ、ポワルはフレイルスペクトー。その程度だ。いや、スネークマン、ゴムゴムのキングコブラ。これは一筋縄ではいかなそうね。ミルフルーギガンテスコマーノストンプ。ひびがいがありそうだ。一刀流、よし、シシソンソン。つえ、そこだ。
腹ごしらえだ。ふん、効かねえな。いけるか。くらえ。きっちり肩をつけ。邪魔だ。今行く。どれ。動くか。俺が。消えたわ。今がチャンスよ。ルフィ、外すんじゃねえぞ。ルフィさん、頼み。いや、スネークマン、ゴムゴムのキングコブラ。オチエンタフルークロトワマワードショック。おいお前、おろしちまうぞ。ディアブルジャンブ、トワルはフレイルスペクトー。ふん、効かねえな。きっちり肩をつけるとするか。三刀流奥義一大三千大戦。その程度だ。いや、スネークマン、ゴムゴムのキングコブラ。これは気を抜けなそうな相手ね。トレインタフルールフリップ。ディアブルジャンブ、トワルはフレイルスペクトール。なんてことだ。神の息吹の明かりが消えた。手間暇かけた計画だったんだぜ、ルフィ。まだだ。まだ手はある。この世界にはまだ神の息吹のような古代の遺物があるはずだ。そいつを探し出せば俺はもう一度やり直せる。海岸のサニーが危ねえ。ルビー、俺はここに残る。みんなはサニーを守れ。俺にはまだやることがある。おう。そうだな、いいこと思いついたよ、ルフィ。ワフルドの嵐を乗り越えてなお無事だったお前の船、ありゃ素晴らしい船だ。武装を追加すりゃ新世界の海も越えられそうだな。そこでだ、俺はサニー号をいただいていこうと。嬉しいぜルフィ、お前は最後まで役に立つ男だ。ふざけんじゃねえ。そんなの俺が許すわけねえだろ。そう言うだろうと思っていた。
だが欲しいものは奪い取る。それが海賊の流儀だろ。お前らに合わせてやってるだけさ。そうだな。じゃ俺も今から海賊ってことにするかな。世界を滅ぼすついでに海軍も海賊も皆殺しにしてやる。あ？そうすると俺は海賊王ってことにならねえか。悪いなルフィ。世界を掌握するのは俺だ。本物も知らねえ奴が海賊を語るんじゃねえ。リムや俺たちの自由を奪うお前が王になれるわけねえだろ。何を言ってる。昔俺の邪魔をした海賊も言ってたぜ。思うがままに奪い取り支配する。そうして世界のすべてをその手に掴んだ者こそ海賊王と呼ばれるのだと。さて縁も竹縄、どちらが正しいか力で決めよう。それもまた海賊の流儀だろう。アディオ、お前は何も掴んでねえし、俺も何も渡さねえ。お前が海賊を語るなら、海賊として受けて立ってやる。俺はこの力で全てを掴む、奪い取る。この世界には自由を奪う目に見えない大きな手がある。その腕がこの世を思いのままに操ってやがる。クソったれたこの世の断りってやつだ。俺は散々見てきたぜ。信じられるものなど何もないってことを。家族の印だってお前の魂だって言ってたじゃねえか。それがお前の信じてるもんだろうが。俺は誰も信じねえ。この世の断りを変えてやる。徹底的に破壊し尽くし正しい世界を作り直す。軽いな。何も持たねえお前の拳は。俺の拳が軽いだと。俺は一人で夢を成し遂げる。仲間なんて初めから必要なかったんだ。だがそれでいい。
さ。こんなところで病気にやられちまうとはな。手足がしびれてまともに動かねえ。まあポロロッカの記した航路だ。すぐに嵐は去るだろうぜ。あいつは航海士としての腕も抜群だからな。そういえばポロロッカはどこだ。世界政府の高官ともあろう方がせこい話をするものだ。なんだ、何を話している。公開処刑がお望みなんだろう。毒で弱らせてあるが殺しちゃいない。奴が最後の一人だ。大物だからな。慎重にもなるさ。俺は逃げた。いや、死にたかったのかもしれない。皮肉なことに俺は俺たちを追っていた海軍艦に引き上げられた。護送船から逃げ出した俺は手にした新聞の小さな記事に我が目を疑った。政府の役人がつまらねえ罪で処刑されたと書かれたその記事にはポロロッカの写真が添えられていた。俺たちの200年の苦しみもあのクソ野郎の裏切りも全て誰かの手のひらの上で踊らされていただけのことだった。大丈夫、ルフィ。船は島の裏に退避させた。ただとっとと逃げねえと。ここも危ねえ。決着がついたのか。リム、お前元に戻ったのか。ねえ、嘘。リム、いや待て、なんだか違う気もするぞ。瞳の色だ。リムちゃんは青かったが。そうね。どういうことなの。後で説明するわ。お前リムじゃねえのか。違うわ。でもあなたたちの知っているリムは大丈夫よ。銃撃は急所を外れていたからキューブは光を失っていないわ。本当か。よかったな、リム。なるほど、お前がリムの本体。あいつはお前のコピーってことか。さっきの戦いの中、神の息吹の動きを邪魔したのもお前なんだろう。そう、私が止めたの。でも結局神の息吹は自分を意のままに操ろうとする人を見限ってしまった。巫女である私も含めて。そう、世界はそれで終わるはずだった。だがこいつらの言う絆の力、俺がとっくの昔に捨てたその力は世界を破壊するはずだった神の息吹をも叩き潰してみせた。折れるはずのなかった俺の信念もろともな。俺はお前たちの絆に負けたってことか。そうじゃねえ。リムとお前の絆がお前を止めたんだ。あなたの腕なら確実にリムの急所を撃ち抜けたはず。意識して外したとしか思えないわ。さあな。俺にもミスはある。お前には負けちまったが、
俺は絶対に立ち止まらねえ。いつか必ず正しい世界を作り直す。お前には分からねえだろうが、俺は一人、俺の道を行くしかねえんだ。アディオ、お前は一人じゃねえぞ。いまいましい野郎だ、モンキー・ディ・ルフィ。俺の一族の証だ。島に埋めるなり誰かにくれてやるなり、好きにしてくれ。うるさい海軍にもう一度俺の力を見せつけてやるか。あいつとの思い出の場所を、これ以上めちゃくちゃにされるのも尺だしな。お前、何してやんだ。おい、アディオ。ワフルドを頼んだぜ。俺の家族の島だ。おい、アディオ。おい、この箱はリムなんだ。なんとかなんねえか。キューブには傷一つないわ。やはりアリオは分かっていたのかも。お前リムなんだな。そうよ、仲間思いで食いしん坊のルフィ。よかった。やったな、リム。アディオは行ってしまったのね。リム、ルフィ、助けてくれてありがとう。神の息吹は破壊されたようだな。強大な力を持つ手駒が一つ消えたのは痛手だが、それも仕方あるまい。あってはならない歴史は再び闇に葬られた。ブンブンと振り回してよく飽きないわね。趣味なのよ、好きにさせてあげて。修行だ。ふん、そんなに修行が好きならメモリアで強い敵と戦ってみる。もう十分よ、これ以上の面倒はごめんだわ。そうだ、俺たちは力を取り戻した。危ねえのはもうお断りだ。残念、お宝も手に入るのだけど仕方ないわね。ゾロ、ウソップ、サンジ君、みんなを呼んできて、冒険よ。この流れでどうすりゃそういう答えになるんだよ。本当に行くのかよ。もちろんよ、お宝のためならあんたたちの命をかけても悔いはないわ。
自分の命を懸けやがれ。メモリアでこのキューブを探してみて。黄色いキューブを見つければいいのか。見つけたらどうなるのかしら。それは見つければわかるわ。まさか見つけ出すのが修行ってことはねえだろうな。どう？やってみる？乗船する気になったら話しかけて。あとはこの荷物を積んで準備完了だ。いつでも出航できるぜ、ルビー。よし、みんなを呼びに行こう。ああ、じゃあそっちは頼む。俺とブルックでこいつを運んどくからな。よほほほ、骨が折れる作業です。私骨折したら大変なんですけど。待ってルフィ、私たちも一緒に行くわ。リムのこと話してたんだ。リムはああ見えて怖くないんだぞって。え、ああ見えて瓶に詰められたやつがいたっけ。え、いや、あれはみんな実はリムのことが気になってたんだって。これからはみんな仲良くできるよな。みんなリムと仲良くしたいって言ってるぞ。よかったなリム。もう、チョッパー、他のみんなはどこにいるんだ。あ、そういえばサンジがキャンプを片付けに行くって言ってたぞ。キャンプね。それじゃあ行きましょう。ルフィとリムちゃんたちじゃねえか。出航準備ができたみたいよ。早いな、さすがフランキーだ。ここの片付けも終わったからいつでも行ける。よし、行こう。はいよ、キャプテン。リムちゃんたち、島の食材で軽く料理を作っておいた。デザートも置いてあるから食べてくれ。俺の分はねえのか、サンジ。おめえの分は船で作ってやる。何度も見たわね、このやりとり。しっかり食べて立派なレディーになった頃また会えるといいな。うん。
そういやウソップが砂人の遺構を見に行くって言ってたな。だが先にナミさんとロビンちゃんだ。行くぞお前ら。サンジらしいわね。でもまずは居場所が分かってる。ルフィ、もう出航なのか？ああ、準備ができた。リム、俺たちは行っちまうが大丈夫か？ありがとう。大丈夫よ、ウソップ。そっか、もう一人のリムもいるしな。それに、あいつもいつか帰ってくるからな。そうね、ウソップがそう言うならきっと帰ってくるわね。しししそうだな。そういやお前ら、ゾロとは会わなかったのか？あいつ先にサニー号のところへ行ったはずなんだが。いや、見てねえな。きっと道を間違えたんだわ。みんな内海の方に行ってみましょう。もしかしたらそっちにいるかも。ルフィか。変なところにいるわね。出航までにこの先の移行でもう少し鍛えておきたかったが。この先はないかい。移行はないわよ。あの移行の大爆風、今度は切れるように鍛えねえとな。あ、ごまかした。気のせいだ。いい顔で笑うようになったじゃねえか。ありがとう、ゾロ。みんなのおかげよ。そういや、ナミをその辺で見たな。本当だ。近くでナミの匂いがするぞ。よし、チョッパーが言うなら確実だ。てめえそれはどういう意味だ。ああ？なんか文句あんのか、クソマリモ。するぞルフィ。それにリムも。そう、もう出航なのね。ナミ、あのね、私ね、この島にたくさん家を作ることにしたの。それでいつかみんなと冒険した町のような大きな町を作るの。リム、そうね。それじゃあ今度来るときはリムは大きな町の町になってるのね。お前アイスのおっさんになるのか。ねえ、そうよ。ポケットにネズミも入れちゃうかもね。私は大丈夫よ。私たちが来たから、アディオが。違うわ。みんなが来てくれたから今があるの。今の私が。だからありがとう、ナミ。また来るわ。だからそれまで元気でね、リム。ナミも見つかったし、あとはロビンだけだな。ロビンなら
島を一巡りしてからアディオの家に戻るって言ってたわよ。それなら今頃戻ってるかもな。よし、それじゃあ行くか。うん。何を見てんだ？この絵を見てたの。少し埃を落としたら全貌が見えたわ。それは私たちの生まれた空島、このワフルドが空にあった時の絵ね。そう、アディオのおじいさんの、もっと昔のおじいさんが暮らしていた場所。黙っててごめんなさい。この冒険でまた一つ埋もれた歴史を知ることができた。それだけで私は満足よ。そういや、なんでお前ら同じ顔してんだ？この子は私の記憶キューブから作ったの。記憶キューブ？なんだそりゃ。説明をすると長くなるけど、起こったことを順に話すわ。200年前、マリージョアの世界貴族が神の息吹を欲しがり、大きな戦いが起こったの。神の息吹の力を悪用すれば世界が大変なことになってしまう。だから私たちは決して神の息吹を渡すわけにはいかなかったの。空での戦いは私たちに有利だった。島の戦士たちは押し寄せる敵から島を守り続けたわ。でも最後には私たちの島は正解に落とされてしまった。そう、島が落ちた時、私は神の息吹と共にいて、かろうじて生きていたけど動ける状態でなかった。そして神の息吹が自己修復のために張った超低温の結界の中で冬眠状態になったの。私は壊れずに残った巨像たちに塔を守るように願い、同時に島の状態を確認するために私の記憶情報をキューブにしてリムを作ったの。そうだったのね。なんでお前がびっくりしてんだ？だって昔のことはあんまり覚えてないから。どうやらキューブを作った時、私は死にそうになっていたから、私の記憶のすべてを取り出せてなかったみたいね。だから私、昔のことが曖昧なのかな。まあいいや、わかった。お前らどっちもリムってことだな。本当にわかってる？ルフィ。伝説の島、ワフルドか。ここが遥か昔に天候の研究をしていた幻の空島だったなんて。でもどうしてこの島の遺跡はウェザリアで見たものとよく似ていたのかしら。もしかしたら島は全て落ちてなかったのかもしれないわね。そしてその歴史や文明は誰かに引き継がれたと考えるのはどうかしら。じゃあハルダスさんたちにも何か影響を与えたのかしら。かもしれないわね。ただの推測に過ぎないけれど。でもそうだったら嬉しい。
リム。あの日みんな消えてしまったから、ここで暮らしてた人はみんな死んだんだな。多くの犠牲を出した忌まわしい出来事が世界政府の身勝手から起こったなんて。それを隠した上にアディオたちの一族に濡れ衣を着せていた。やり口が汚すぎる。アディオのやつの怒りも少しはわかる気がするな。なあ、もしかして俺たちはとんでもねえ秘密を知っちまったんじゃ。そうね、大変な秘密ね。そしてそれは歴史の真実。この島の成り立ちとこの島を目指した人々の本当の物語。自らの故郷を滅ぼした悪逆な一族と言われたさまよえる一族は、故郷を奪われよるべなくさまよう悲しい人々だった。彼らの冤罪がすぐに晴れることはないだろう。しかし、いかに自分たちに都合のいい歴史を上書きしようと、起こった出来事は決して消せはしない。どこかに必ずその痕跡が残る。私たちが真実を知ったことにも必ず意味がある。だから私はこれからも冒険を続ける。頼もしい仲間たちと共に。どうしたんだロビン。何でもないわ。行きましょう。よし、行こう。アディオやルフィたちが来るまで私はこの島でずっと一人だった。でも今はあなたもいる。アディオもいつかきっと帰ってくる。神の息吹はもうないけど、この島はみんなで守っていく。私たちは大丈夫よルフィ。心に嘘をつかず自由に大切なものを守るの。同じ思いを持つ仲間と力を合わせて。時に意見が分かれたりぶつかったりしても、本当の気持ちを隠さずやるべきことをするわ。全部みんなが私に教えてくれたことよ。離れ…ああ、俺たちは友達だろ。リムが困ったら俺たちを呼べ。必ず戻ってくるから。そうだね。そうね、必ず。レディーの危機には駆けつけるのが男だ。このウソップ様が8000人の部下と共に駆けつける。安心して、いつでも呼んでくれよ。またいつか会えたらうまいもんを食わせてやるぜお嬢さんたち。この島の遺跡は貴重なものばかりよ。大切にしてね。将来島民が増えたらお前の英雄譚を話してやれよ。俺の活躍も頼むぜ。ワッフルドの風は強いから体を大事にしなきゃいけねえぞ。二人っきりで支え合うのか。スーパー泣けるぜ。負けんなよエレム。よほほほほ、
リムさんに教わった救いの日差し、大事に奏でてまいりますよ。じゃあな、リムとリム。中将、なんで報告書捨てちまうんだよ。大佐ちゃんに怒られるぜ。いいんですよ、出すのはこっちの報告書で。ああ大佐ちゃん、でもよ、そっちの報告書にはあの子らのことも巨大兵器の残骸のことも何にも書いてねえじゃねえか。うるせえ、さっさと報告をあげてこい。面倒なもん押し付けやがって。おいアディオ、お前生きて戻るんだろうな。お前が帰ってくるまで俺の目が黒いうちは何とかしてやるよ。アディオはいつかあの島に戻ってくるのかしら。生きてりゃ戻ってくるだろう。あいつはリムを置き去りにはしないと思うぜ。ああそうだな、簡単にくたばるやつじゃねえしな。アディオ、早くリムのところに戻ってくるといいな。そうすりゃリムも寂しくなくなるだろうしな。そうね、アディオが戻ってリムが孤独でなくなるのに、それだけで私たちのワフルドの冒険も無駄ではなかったと言えるのかしら。そうだといいわね。でもワフルドは本当に変わった島だったな。そうだな。それにメモリアの旅も大変だったぜ。でも自分たちの過去の旅をもう一度なんて興味深い体験でしたね。今の俺たちは過去よりも未来だな、ルフィ。ああ、そうだ、海賊王に俺はなれ。おーい、できたぞ。ワフルドの食材を厳選した俺の特別メニューが待ってるぜ。うおー、うまそう。何さん、何ちゃん、始めるか。